どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、リクエスト動画ということで、このね、最近金属製になったレボリュートカードなんですけども、こちらね、 3D セキュアに対応しておりまして、 PayPay にね、登録することができるんですよね。ですので今回ですね、こちらの登録方法をですね、解説やっていきたいなと思います。一緒にですね、 D 払いもね、登録できますので、 D 払いの方はね、還元も受けられたりしますんで、この2つですね、今回解説やっていきたいなと思います。でこのね、レボリュートに関してなんですけども、まあ私の方はですね、メタル会員ということで、先日ね、このメタル会員が発表されて、3月31日までね、5% 還元がね、受けられる、このプリペイドカードっていう風になるわけなんですけども、まあ、このこのレボリュートはですね、プリペイドカードなんですよね。で、もともと外貨決済手数料がね、ほぼかからないプリペイドカードということで、非常にね、おすすめさせていただいてたわけなんですけども、このね、レボリュートっていうのは、本来ね、これプリペイドカードなんで、チャージして使うんですけども、このプリペイドカードって、まあ、基本的にガソリンスタンドが使えなかったりですね、あと携帯電話の支払いとかね、そういったものにはね、使えなかったりするんですけども、このね、レボリュートはね、そういうのがね、結構クリアできる、まあ使えるね、あのカードっていう風になりますんで、結構ね、使い勝手がね、良かったりします。またですね、外貨決済手数料がほぼかからないということで、ヒルトンポイントとかマリオットボンボイポイントとかですね、定期的に購入されている方はですね、まあこのメタルカードにね、する必要はないと思うんですけども、レボリュートカード自体はですね、かなりね、おすすめやっていた形になります。でちょっと前にですね、 3D セキュアに対応しまして、 PayPay の設定とかですね、またね、 D 払いの設定もね、できるようになりました。で私はね、このメタルカードになってからですね、まだね、設定しておりませんので、今回ですね、 PayPay の登録と D 払いの登録ね、やっていきたいなと思います。で還元についてなんですけども、 PayPay っていうのはもともとね、 0.5% の還元があったりとか、 PayPay ステップを上げるともっと還元率上がったりするんですけども、この PayPay にですね、レボリュートを登録しても、この還元っていうのをね、受けることができません。でD 払いの方はですね、200円につき1ポイントということで、0.5% 還元はね、取ることができるんですけども、PayPay の方はですね、残念ながら還元はなくなるっていった形になります。で、この登録するね、メリットっていうのは、クレジットカードは使えないけど、PayPay は使えるっていうお店ね、未だにあるんですよね。まあそういった時にね、このレボリュートね、利用されている方で、まあ、基本的にまあ、レボリュートをどうしても使いたい人っていうのは、まあ、アメックスからアメックスから AUPay プリペイドチャージして、で、それをレボリュートに移すみたいな。もしくは、まあ、このメタル会員の方とかですね、今ね、3月31日まで 5% 還元ね、受けることができますんで、まあ、そういった感じでね、利用されている方がほとんどかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、今後ね、このレボリュートでね、PayPay とかね、D 払いとか登録ね、されたい方はですね、ぜひね、参考にしていただければなと、思います。それではですね、実際にね、登録やっていきたいなと思います。まずね、 PayPay から行きましょうかね。まずですね、 PayPay を開いていただいて、この支払うっていうね、ボタンを押していただくと、支払い画面が出ると思うんですよね。で今私の方にですね、クレジットカードが表示されていると思うんですよね。でここを押していただくと、クレジットカード払いになっているわけなんですけども、下の方にですね、支払い方法を追加するっていうのがね、あると思うんですよね。でこちらをね、クリックしていただきます。そうするとですね、一番下の方の2番目ですね、クレジットカード追加っていうのがね、あると思いますので、こちらを押していただきます。そうするとですね、クレジットカードのね、読み取り画面になりますので、こちらのね、番号を入れていただくっていった形になります。で番号をね、入れ終わったら、追加するをね、押していただきます。そうするとですね、レボリュートのアプリの方からカードの認証っていうのが来ますので、3D セキュアをね、設定していただきます。で、これでですね、3D セキュアを設定しないとですね、月5000円までしかね、利用することができないわけなんですけども、ここでね、3D セキュアね、設定していただけると、月ね、25万円までね、利用することができますので、まあ、ここはね、お好みでいいのかなと思うんですけども、まあ、月5000円ってなると、結構ね、利用する方はですね、利用しづらいかなというふうに思いますので、まあ、おすすめはですね、3D セキュアね、設定しといていただいた方がね、いいのかななんていうふうに思います。ですので、ちょっとね、設定もしておきましょう。で、3D セキュアを設定する。この画面からいけるかな？あ、いけそうですかね。
あ、行けますね。そうするとレボリュートの方にね行きますので、上からですねレボリュートの通知が来ますので、レボリュートにね行っていただきます。そうするとですね、オンライン支払いを確認するっていうのはね出ると思いますので、こちらで確認をね押していただきます。そうするとですね、ご利用サイトの支払いが OK になりましたということで、まあこれでね、前の方にね戻っていただきます。そうするとですね、はい、ちょっと引っ張っていただくとですね、あの更新されますので、ペイペイの方でね、そうすると、クレジットカードの利用額の上限が引き上げられましたということで、晴れてですねこのレボリュートカードがペイペイにね登録できて、なおかつね 3D セキュアの設定ができて、月25万円までですね利用することができるっていった形になります。で、利用方法なんですけども、この支払うのねボタンを押していただいて、このねクレジットカードから今登録したねクレジットカードがね増えてると思いますので、こちらをねクリックしていただくと、こちらでね支払いができるっていった形になります。まあ PayPay の登録はねこんな感じっていう風になりますんで、まあそこまでね難しくないかなという風に思います。それでは次に D 払いの方ですね。ちょっとね申し訳ないことに D 払いの方ね私もやったことがないので、ちょっとどのぐらいね難しいかわかんないんですけども、ひとまずねやっていきたいと思います。まずねトップ画面に行っていただいて、この上のねクレジットカードを選択すると、支払い方法ですね、今これアメックスのカードかなんか選択されていると思うんですけども、これをね押していただきます。そうするとクレジットカードで、ここでですねクレジットカードをね追加する画面がね出てきますので、ここでね、追加をしてください。クレジットカードを登録ということで、ここでねまた番号をね入れていただきます。これで入れたら登録をしていただくと、またねレボリュートから認証が来ます。でこれで、確認済み、お客様へのアカウントは、請求はありませんということで、これで D 払いの方に戻っていただきます。で選択して OK で、またあれですね、こっちにまた来るんですね通知が。で確認をしていただきます。ここら辺さっきと一緒ですね。で戻っていただいて、あ、タップで良さそうですね。あ、これで D ペイメントカード認証が OK になりましたので、お支払い方法ですね、この新しいねレボリュートの番号がね入っておりますので、これでね D 払いを支払っていただくと、このねレボリュートカードから引き落としすることができて、なおかつですね200円で1ポイントね貯まるっていった形になります。ですんで、まあどうでしょうかね、まあ D 払いが使えるところであれば D 払いね利用していただくのもねいいのではないのかなと思います。ということで今回ですね、 PayPay と D 払いにですねレブリュートカードね登録させていただきました。まあこのメタル会員ね持ってる方はですね、ぜひね登録しといていただいて、 PayPay ね使った場合でも 5% 還元ね3月31日まで受けることができますので、ぜひね利用していただきたいなっていうふうに思うのと、まあこのメタル会員でない方もですね、このレボリュートっていうのは、まあ、ちょこちょこね 10% 還元キャンペーンとか去年もありましたので、そういったお得なキャンペーンもねやられておりますので、ぜひね私のね動画のコミュニティ欄とかでそういうのがありましたらね、また発信とかもねしていきますし、すごい大きいキャンペーンであればですね動画もね出していきたいなっていうふうに思いますので、レボリュートカードね持ってる方はですね、ぜひね利用してみていただければなと思います。ということで今回のはこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。